正木キ・三郎、正木ロ三郎、正木ジ三郎、ブロウ、マサキ・1876年、明治9年11月27日から1956年、昭和31年8月31日は、日本の陸軍軍人。陸軍士官学校9期、陸軍大学校19期。最終階級は、陸軍大将。栄点は、小増位、訓位等校4級。 荒木貞夫と共に、行動派の頭目の一人、行動派青年将校が起こした2.26事件においては、犯人らの主張に沿って収束を図ったが、昭和天皇の強い反発を招き失敗した。事件後に設けられた、軍法会議においては、無罪となった。まさきの事件への関与の度合いについては、意見が分かれている。弟に、海軍少将。 衆議院議員の正木勝次、長男に外務省、区内庁の官僚で昭和天皇の通訳を長く務めた正木秀樹。1876年、明治9年11月27日、中皇の正木金目七の長男として佐賀県に生まれた。佐賀中学、現佐賀県立佐賀西高等学校を1895年12月に卒業後、 士官候補生を経て1896年9月に陸軍士官学校に入学した。陸士第9期卒後に陸軍大学校に入学したが、日露戦争が発生したため不評第46、連隊中隊長として従軍した。1907年に陸大第19期を恩師の軍刀を配慮し卒業した。主席卒業の荒木貞夫のほか、安倍信行、 松木直樹、本庄茂、小松慶成などと同期だった。第一次世界大戦中は、久留米不良収容所長も務めた。収容所の環境整備のために努力し、従来禁止していた所内での音楽などを許可した。英寿司令官、柴勝三郎中将から批判されると、ドイツ人にとっての音楽は、日本人にとっての漬物類と同じことで、 日常生活の最低不可欠なものでありますと答え、了解を求めた。1915年11月15日に、マサキが、ベーゼ、ボエセ、フローリアン、フローリアン両注意を横打する事件が発生し、捕与側は、捕虜の虐待を禁じたハーグリック戦条約に違反するとして、マサキ所長の行為に激しく儀した。陸軍大佐、軍務局軍事課長、 この絵不第一連隊長、陸軍少将、不評第一旅団長、陸軍士官学校本課長、教授部長兼幹事、陸軍士官学校長、陸軍中将、第八師団長歴任。陸軍の数用である、軍務局軍事課長を、正木はわずか一年しか務めなかった。この件について、正木は後に子息に対して、 陸軍機密費の不正蓄積についての疑問を持ったため、機密費の適正な使用と管理について、意見を具信したところ、この F 表第一連帯に転出させられたと述べている。この当時、軍の機密費を取り扱っていたのは、田中義和陸将、山梨半蔵次官、菅野昭一軍務局長、松木直明陸軍将高級副官の4人であった。田中義和は、政界入りする際に、 シベリア出兵時の機密費を流用して、立憲声優会への持参金にしたとの風説があり、国会で追及されている。本課長、教授部長兼幹事を経て、校長を務めた4年間の陸軍士官学校時代に、精神主義、日本主義に重点を置いた教育に努めた。この時期の生徒には、安藤照造、磯部朝一らがいる。 1929年7月1日からは、第1師団長に任命された。1931年、昭和6年8月、本来なら、正木が関東軍司令官に任命される順番であったが、本城茂が関東軍司令官に任命され、正木は台湾軍司令官に任命された。1932年、昭和7年1月、 犬飼内閣の陸軍大臣であった荒木貞夫の計らいで参謀次長に就任した。皇族である官員の都と日新郎が参謀総長であったので官令に従って正木が参謀本部を取り仕切った。この頃から荒木と共に国家革新を図る行動派が形成された。派閥の勢力新長を図り、大尉クラスの青年将校を中心に新謀を担ったが、 党派的な行動が反発を回答制覇との対立が発生した。満州事変の原因を国家革新の熱病に浮かれた軍部の幕僚を繋が、理想の国家を満州に作り、そこから逆に日本に及ぼして日本を改造するために引き起こされたものとみなしていた。まさきは事変不拡大。満州事変は満州国内で収めることを基本方針として収集に当たった。 統制派も行動派も対祖戦に備えていたことは同じだが、そのための手段が異なっていた。統制派が総動員体制、正木から見れば国家社会主義体制の構築、北斜進出を狙っていたが、行動派は満州国の安定、行動精神に基づく体制構築、対中関係安定、対列強関係修復を目指ていた。第一次上海事変の処理では、 軍の中流は紛争のもととして一兵も残さず撤兵した。熱火討伐では軍の使用は政府の政策として決定し天皇の採火を経てから実行されるという建前から万里の頂上を越えて北市への拡大を断固として抑えた。有利な戦期を見逃して二ヶ月以上も出動を抑えたとして拡大派や国家革新推進派からは非難を浴びた。 満州事変後の軍の動きに不満を持つ昭和天皇から、正木は繰り返し叱責された。通常感をおかず再化される上層も、正木の場合には必ず数日止め置かれた。正木は天皇への取りなしを、梨本の宮森正夫や伏見宮広安夫のルートを通して試みたが、うまくいかず、最終的には自分が重心元老を。 に加え天皇からも誤解されていると上層したところ、天皇は非常なご不況を示し面目を失った。さらに、原田日記によると、正木は当時第五旅団長であった東国の宮俊彦王に対し、天皇陛下が参謀本部の意見を理解されるよう助力してほしいと依頼し、それを筋違いであるとして拒否されると、ここの宮さんは国家観念に 乏しいと不満を述べている。正木は、平野助黒王石丸静馬等を通して、軍の機密情報を青年将校に漏洩していたため、勝負の中堅将校から信頼を失った。1933年、昭和8年6月、陸軍大将、軍事参議官となった。1934年、昭和9年1月教育総監に就任。 天皇機関節問題では、国体名庁運動を積極的に推進し、率先して天皇機関節を攻撃した。斉藤内閣でも引き続き陸将を務めていた荒木は、行動派青年将校に辞長を求めたため性暴が低下し、昭和9年に病を理由に辞任した。その公認候補として、正木の名が上がった。林千十郎教育総監と、 柳川平介陸軍小事官からの推薦に対して、正木を嫌っていた、官員の都人親王は、正木では不安心だから、林にすべしと述べたためが、陸将に、正木は教育総監に回った。陸将となった林は、軍務局長の養殖に統制派の長田、鉄山少将を起用した。林は行動派に属すると見られており、 マサキもこの人事に賛成したが、長田は行動派の締め出しを図り、荒木、マサキらに嫌悪感を抱くようになっていた林もこれを追認した。行動派と統制派の板挟みになった林は一時陣を表した。マサキは電話で荒木と林を追いとしの相談をしてるのを高宮多平に聞かれ、高宮を部屋に通した夫人と女中を殴りつけ、高宮に黙っていてくれと懇願している。 派閥間の対立はさらに先鋭化し、統制派は、まさの鋼鉄をもくろむようになった。林陸将から辞任してほしいと言われたまさきはこれを拒否し、陸軍参長官会議で決することになった。まさきは、林のことを打滑のごとく嫌っており、日記には、林と書かず、わざわざ、土蜘蛛と書いている。北岡慎一。 歴史学者はこれを読んで何か背筋の寒くなる思いがしたという。正木の評判は極めて悪く会議の直前に岡田圭介首相は林陸将に対して内閣が倒れてもいいから正木だけはやめさせてくれと伝えている。百三十五年昭和十年七月に参謀総長官員の都ととで開かれた会議でもは 辞任に応ぜず、激怒した官員の宮から叱責される場面もあった。正木は、本人が同意しないまま教育相関を罷免され、後任には渡辺上太郎がついた。昭和天皇も、正木の皇哲を歓迎し、正木の行動は、花肌非常識であり、ロンドン海軍軍縮会議で強行論を主張し、内閣を揺さぶった加藤幹事海軍大将と、 同じような性格ではないのかと述べて、正木の退任の挨拶に際しても、形式的なご苦労であったとのお言葉を与えるのを、加藤のように悪用されては困ると承知しようとしなかった。正木の辞任の経緯は、自身の口から青年商工へ漏らされ、さらに統制派を批判する怪文書が作られて配布された。この文書を読んだ行動派の相沢三郎陸軍中佐は、 1934年に起きた陸軍士官学校事件の影響も受け、同年8月に長田鉄山を殺害したアイザー事件。正木自身によると、軍中央から遠ざけられた3月事件、10月事件の関係者は正木らを恨み、政界、財界、重臣方面に正木らを誹謗しており正木追放を決心し、特に湯浅倉兵が天皇に 正木中将を行い、官員の宮とナシ元の宮の両殿下も動かされ、教育総関公鉄に至ったとしている。本庄茂る自重部官庁から天皇に上層書類を非公式にご覧に入れて、天皇も正木の言うことも一理あると仰せられたが、湯浅の中将、木戸光一が正木の直訴を阻止したために、天皇の考えを変えさせるに至らなかったと主張している。 事件前に、磯部朝一は、荒木、正木、杉山本などを訪問し、上層部の動向を確認している。1936年、昭和11年1月28日に磯部は、正木の元を訪れ借金を申し込んだ。正木は、何事か起こるなら、何も言ってくれるなと答えている。行動派の若手将校は2月26日に、自派による、 指導体制を確立しようと、政府首脳を殺害し2.26事件が発生した。将校たちは、決起主意書の上層、昭和維新の対象間発、正木への対面効果という計画を立てていた。軍事参議官となっていた正木は、反乱部隊が出発する前の午前4時半頃に、亀川哲也から決起の知らせを受け取っている。亀川の証言では、まさは、 これまで努力したことが無駄になってしまうと驚きていたとされている。正木は加藤幹事などと連絡を取り、午前8時半に反乱軍が占拠する陸軍大臣官邸に到着した。胸には君位等局実大受賞を廃していたが、これは自身への対明効果を期待していたものと見られている。磯部朝一が獄中で記した行動記及び、 教述調書によると、正木は出迎えた、磯部、べ、田清ださだらに対して、とうとうやったか、お前たちの心はよくわかっとる、よっくわかっとると答えたと言われている。一方、当時、正木の護衛憲兵で、陸将官邸へ同乗していた、金子葛子長はこれを否定しており、何ということをやったのだと叱責したとしている。まさはうろたいる川島義士陸将と密談して、 反乱部隊を解散させるのは難しいから、決起主意書、陸軍大臣要望事項に沿って天皇から承諾を、間髪してもらい事態の解決を図るべきだと主張し、さらにまさきは、伏見宮邸に向かい、ここで加藤と会談した。対正間髪を目論んで、伏見宮弘安を、加藤と共に参拝したが、伏見宮を隠見した天皇は全く取り合わなかった。 軍事参議官会議において、参議官の一人から、今回の問題は、我々の責任でもあるから全員揃って辞職しよう、との意見が出て、それに決まりかけていたのを荒木と、正木は強く反対し取りやめになり、乱舞台にはする、大臣告示が出されることになった。寺内と市が自分よりも早く宮中に、散大していることを知った正木は寺内を、怒鳴りつけている。は、 事件後の3月10日に、荒木貞夫、川島義士、安倍信幸、林千十郎と共に、予備役となった。本城茂、南二郎も4月22日に、予備役入りしている。このうち、正木、荒木、本城の3名が行動派であった。これにより、現役陸軍大将は、寺内俊一、西義和、上田賢吉のみとなった。 陸将官邸における行動、伏見官邸における工作、軍事参議官会議における対象間発、戒厳令指向の促進などが反乱者に対する利的行為とみなされ、4月21日から東京憲兵隊本部の大谷慶次郎隊以来おる取り調べを受けた。その後予震を経て陸軍軍法会議法ではなく緊急直令。 21号によって設けられた東京陸軍軍法会議により1937年1月25日に起訴された。裁判は第一師団軍法会議庁舎において6月1日から行われた。裁判官は上級藩士が磯村年予備役大将、藩士が松木直明予備役大将、小川関次郎陸軍法務官、少将総統が務めた。 7月1五日の論告では、反乱者を利す罪で、禁錮13年が休刑された。まさきは9月25日の判決で無罪となった。反乱部隊を利した行為は明らかであるが、これが、反乱部隊を利んとする意思に基づくものであるかは、認定できなかった、というのが、無罪の理由であった。荒木が、この絵文み丸首相に無罪とするよう頼み込み、この絵は、厳罰論に傾いていた。 杉山元陸将を説得し、これ以上の混乱を引き起こさぬように無罪とするように圧力を受けた。磯村の証言によると、最終的には、大山文雄陸軍省法務局長が強硬派の小川及び円満解決を図るよう説得した。杉山陸将から判決文を想定された天皇はこれをその場で熟読し、手元に留め置いた。小川関次郎陸軍法務官は、 判決理由書は、有罪論を展開し、主文では、無罪とした。誰が、判決文を読んでも、正木が有罪であることが、わかるようにしたと証言している。荒木貞夫も、判決理由は、一つ一つ、正木の罪状を挙げている。そして、取ってつけたように主文は、無罪。あんなおかしな判決文はないと述べている。証人として出廷した磯部は、まさの態度に幻滅し、 国中日記において、マサキを呼び捨てにして激しく非難した。統制派である、東条秀樹首相が国家社会主義体制を構築していく中、反主流派の面々は、マサキの元に集まってきた。その代表例が、吉田茂で、吉田は、対米開戦直後から、英米と和平の手を出す、べき方針をマサキに伝達している。マサキ本人も、日中戦争と並行して、 対米戦を遂行することとなった現実を危ぶんでいた。吉田は、正木、宇垣連立内閣を構想しており、これには正木も積極的な態度を示していた。しかし、宇垣が消極姿勢であったため、構想は立ち消えとなった。やがて、吉田の仲介で、同じく早期終戦を目指していた、公爵、この絵踏み丸元首相と接近した。 この上は自らを主犯とした内閣を考えており、正木はこれに不満であった。鈴木寛太郎内閣の成立にも落胆したが、終戦後も政権入りを目指していた。敗戦後の1945年、昭和20年11月19日に、正木は永久戦犯として逮捕命令を受け、菅もプリズンに入所させられた。他の被告人は、 単に被疑者として呼ばれても皆弁護士を頼んだが、まさきは弁護士をつけなかったという。まさきへの第一回の尋問は、巣鴨への習慣に先立つ12月2日に第一、ホテルで行われた。以降、3回にわたって尋問が行われたが、供述内容は、責任転嫁と自己弁明に終始した。特に敵対していた。 当条秀樹らの統制派軍人や木戸孝一に対する敵意に満ちた発言と自身は親米派であったとの主張を繰り返した。正木の手紙や意向によると尋問中に自身の欠点として他に威張ることと威張られることが極度に嫌いであったことであると述べたところ、アメリカ人の検事から、あ、そのはリンカーンと同じ思想者、キカはすなわち、 日本的でもクラシーであると喜ばれたと記されている。菅野財官日記の12月23日、1945年には、今日は皇太子殿下の誕生日である。将来の天朝節である。万歳を祈るとともに、殿下が大王学を治められ、父君陛下のごとく、関心に欺かれ、国家を滅ぼすことなくちから強きし日本を建設せられんことを祈ると記している。 極東国際軍事裁判で不起訴処分を受け、梨本の宮森正夫を除いて、軍人では一番先に釈放された。同裁判の正木担当係であった、ロビンソン検事は、満州事変2.26事件などとの関わりを詳細に調査し、正木は軍国主義者ではなく、戦争犯罪はない2.26事件では、正木は被害者であり、無関係という結論を下し、 そのメモランダムには、証拠の明白に示すところはまさきが2.26、事件の被害者であり、あるいはスケープ号とされたるものにして、外事件の関係者には、ひざりしなりとある。公職追放を経て、1956年、昭和31年8月31日、心臓麻痺のため死去。遺言書では、第一に、日本の滅亡は、主として、重心。 特に最近の湯浅倉平、斉藤実、木戸孝一の三代の内大臣の無知、私欲と、政党、財閥の腐敗によるとしている。葬儀は9月3日午後1時から、世田谷の自宅において行われ、葬儀委員長は、荒木貞夫が務めた。昭和天皇からは、再資料が届けられた。軍ファシズム運動史を表した、畑育彦,彦は、 マサについては戦前戦後を通して腹黒い野心家、陰険な作謀家、青年将校を裏切った卑怯者との評価が定着しており、その本質は強気を助け、弱気を敷いたげる、昇進欲々とした官僚型野心家だったのではと記している。米国立公文書館に保管されていた東京裁判での国際検察局尋問調書を調査した阿波谷健太郎は、 正木の、中学時代から、新米主義者だったとの弁明や、同じく公文書館から発掘した、徳川義地日記に、あ、2.26事件取り調べ中返答に詰まると、数図を出して拝むなどの記録から、前室の畑江久彦の評価も引用して、これまで読んだ尋問聴書のうち、正木の聴書は最も拡張の低いものの一つであった、表している。田崎末松は、 マサキの長男のマサキ秀樹が戦後に昭和天皇の通訳を務めていることから昭和天皇は風雪三十年の結果二回りも三回りも人間的に成長され演熟され過婚の長本人として消えていったものが実は無類の中心であったというような価値評価の転換も行われていたのではないかとしている。マサキの自動車運転手を務めていた石黒公平 陸軍自動車学校職校は、正木大将は常に厚く深思いであると、陸軍部内はもちろん自動車運転手間にも辛抱があったと証言をしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。